皆さんこんにちは、なるほど線です。今日も刺激回避で遊んでいきます。さあ今回は8からですね、行ってみましょう。僕の心は晴れた、晴れ渡る。さあでは晴れたなき、この声聞いてみますか。あいあい方一緒に書いたけど勇気が出ないと。ってことは何か出さないといけないですね。おっと、で渡すってこと。で、スタート。知らない傘が入ってたらどうします、カバンに。あら、この傘がと。一人で回避。お、よかった。一緒に入るって。あれ、自分の傘のような感じであれですね。いやー、よかったです。おっと、途中まででしたけど、何でしょうね、この誇らしげな感じ。さあ、虹が。虹綺麗でしたね。では、ステージ9、熱中症と。熱中症と熱中症がかかってますかね。なるほど、このダジャレにストップしていいですかね。あんま使えないですかね。さあ、心の声。体育級伸ばせたら、急いで水分補給ちょっと。さあ、これ。さあ、くださいと。で、これまだ飲んでないんじゃないですか、多分。あー、飲めなかった。さあ、もう一回やり直しましょう。何かあるはず。お、この人たち、あ、なるほど、自分の水筒があるんですね。はい。これどうすんだ。はい。一滴しかない。これ移す。よし、来ました。関節中ですね。関節中。完成中ということで、さあではステージ10、刺激的なプール行ってみましょう。カエルちゃんですか。まああれですかね、寿司の水着が視界に入って刺激的すぎると。おっと、ありましたね。でもこんなになんかすごいシャワーなかったですけど、進むのこれ。これ閉じる、閉じれない。カエルちゃんがいる、カエルちゃん。あー、皆さんいなくなっちゃった。おっと、ボタン。さあではやり直して、はい、こちらの方。あ、こっちじゃなかった。危ない。さあでどうするんですかね。お、キャップ何使うのこれ。キャップをあげる。はい、おお、ちゃんと逃がす。キャッチアンドリリースよ。さあ行きましょう。え、そうなの。さあではこれ水止めるってことですか。ああ、あっちに左奥に赤いのあるから、あれ多分お湯でしょ。いや、でもシャワーお湯流れないですよね、多分。これでこれ付け替えるか、替えるだけに付け替えるってこと。ちょっと待って、え、ちょっと待って、どっちに付けるこれ。え、ここに付けるじゃないの。ん、手に持ってってこと。いや、手に持ってもあれでしょ。え、絶対この辺ですなんか。え、どこに付けるといって、これ付ける場所が、あ、この下に付けるの。おお、お湯が出てきた。行きましょう。すごいギミックですね。あれでなんでお湯が流れてくるかわかんない。まあでもお湯もあれですよね。ちょっと冷たい水混ぜてからするといいですよね。さあではステージ11、刺激と海と太陽と、そしてなるほど天と。スイカ割りしたい。危ない、ちょっと切られる、後ろの人から。おっと、お姉さんがいらっしゃったけど。おお、たくさんいらっしゃる。このまま放置しますか。海辺でのんびりしたいのに視界をちらつく刺激たち、身長が持たないと。ああ、これであれですか。ちょっと、このゴーグルじゃないの？どうするでしょう。ん？何もタップしても起きない。ああ、心臓発作が。
どうしよう、何も起きないですけど。なんかもらうの。お、あー、そうだったのね。なんか、なんか、ちょっと待って、あー、倒れた。さあ、ではもう一回いけますか。あの、ちょっとスイカをいただいて。どういうことですかね。これどういうことですか。あーっと、これ棒をいただくんでしょ、これきっと。はいはいはい。あれ違う。あ、棒で割ってもらう。おお、リスクバレー棒。お、スイカ割っていただいた。食べてる食べてる。おお、あ、これでかぶるってこと。なるほど。おお、バッチリ。メガネの位置が素敵ですね。なるほど、くんと似ている。さあ、ではステージ12ですね。行ってみましょう。突然の呼び出しと。ねえ、呼び出されたいですね。果たし状だった。まあ、果たし状でも呼び出されたいですね。女の子ちゃんだろ。さあ、僕にダブルで受け取りたいけど、心の準備かと。さあ、この辺が怪しい。お、なにこれ。さあ、受け取りましょう。あ、でもどうしようみたいな。あの左奥のボールが気になるけど。あー、いただけなかった。さあ、では、あ、胸にペンがある。ここに果たし状があるけど、ペン、ペン。おお、なんか書いてる。あー、私の欲しいってことですか。皆さん経験ありますかね、こういう。友達に渡してみたいな。いやー、なるほどないですね。皆さんよかったらコメント欄にお書きくださいませ。ある方はこんなことありましたみたいな。さあ、ステージ13、男の佐賀。おっと、行きたい店の隣にあの店があって、見ちゃいけないんだ、見たいよなと。ありますね、ラジェリーショップですか。なんかここにあるんですかね。お、あー、これを着ていくってこと。いや、あ、捨てておくってこと。なるほど。この時点でもうあれですよね。捨ててるとこう見られた瞬間あれですけどね。ご用意みたいになりますけど。さあ、よかった。まあ、こちらも十分あれですけどね。十分。さあ、ナイス。さあ、ではラスト行ってみましょう。ステージ14、脳内ヒーロー。妄想の世界ですか。現実とリアルが、現実もリアルも同じだった。現実と妄想が分からなくなる、区別が。あの子が危ない、助けて。かっこいいとこ見せなきゃと。さあ、何かありそう。お、これは、あー、この子にブラジル、はい、戦ってくるんだと。よし、なるほど。三角定規ででかいですね。あー、ペンもある子に。でも拾えない。縦縦役。さあ、行きましょう。あのペンが怪しいんですけどね。おっとおっと、あー、あの本があった。あ、寝てたんですか。あー、残念。さあ、ようやく分かっていきましたよ。お、あれ隠れた。おお、保険タイプ。左下のペン関係ないんですかね。で、あ、出てきた。で、あ、これ、どっちどっち、こっちこっち、こっちじゃない。他の方に渡しても、ダメ。あー、これを、あ、これを仕込んでおくってことですね。撃たれた時に、わっと。ポケットに出てたペンダントが防いでくれたみたいな、そういうあれでしょ、きっと。さあ、さあ、弾3発しか入っていない。ふっふっふ。おお、変なとこに単行部できた。さあ、ありがとうと。いやー、お前はすごいなーみたいな感じですね。さあ、クリア。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ありますので、よかったら再生リストから続き動画ご覧くださいませ。コメント、高評価もお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。